皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、運転免許の更新をするために運転免許センターに向かって今走っているところなんですけれども、実はこの音声なんですが後撮りしています。実はですね、家から出るとき、まあ午前中の運転免許の更新の受付の時間に、まあ、間に合うように出たつもりだったんですけれども、ちょっと、予想以上にそれまでの道がちょっと混んでまして、9時過ぎになってようやく免許センターに着いたんですね。で、まあ、9時半までに受付しなきゃいけないんで早く行かなきゃと思ったんですけど、免許センターの前にある駐車場がこれはほぼ満車で、で仕方なくてその建物の裏にこう教習のコースがあるんですけど、そっちの方まで行かないと止められないくらい更新に来られてる人、まあ当然今回学科試験受けて免許取る方もいるでしょうけど、まあ、ほぼ更新する人ばっかりだったと思いますけど、まあとにかく駐車場がいっぱいで、止めるところがなくて、ちょっと離れたところからこの中に入ってくるようになったんで、ちょっとオープニング取る暇がなかったんですね。なので後撮りした音声になっています。まあもう行ってきた後なんですけど、とりあえず免許の更新行ってみましょう。はい、というわけで帰ってまいりました。で、新しい免許証がこちらなんですけれども、はい、交付日が今日になってまして、で有効期限が西暦と和暦の平期に、今回の更新からなりました。まあ、これは要するに外国人の免許取得者が増えていることに配慮しての、まあ、分かりやすくするためのこの西暦と和暦の平期ということらしいんですけれども、でまあ、先月1日に新しい言語は令和って発表されたんですけど、ただ先月免許更新した人はここがまだ平成表記だったそうなんですよね。だから平成、まあ、5年の人だと36年までっていう有効期限になってたと。まあ中にはその交付が平成で有効期限が令和の免許を取りたいななんて思ってる人もいたんじゃないかと思うんですけど、まあ、それがちょっとできなかったみたいですね。あくまでここが令和表記になるのは令和に入ってから、つまり5月に入って、まあ一番早い人で5月5日に交付されたかなとは思いますけど、5月5日以降ではないとここは令和表記にならないと。それ以前、まあ、その4月中に更新した人はここがあくまで平成の表記だということで、まあその辺はお役所仕事というか、まあ融通が利かないというかという感じなんですけど、で免許の更新日がまだまだ先で、ここの表記を令和に変えたいなと思って、まあ再交付してもらいたいなっていう人がいるかと思うんですけど、言語の表記を変えるだけの再交付っていうのは受け付けてもらえないそうです。はい、だからあくまでなくしちゃったとか汚しちゃったとかいうことがない限りは、まあ、その理由なく令和表記の免許に変えることはできませんよということですね。まあ、だからといって、わざとハサミでチョキンって切ってみたり、ライターの火で炙ってみたりっていうようなことはくれぐれもやらないようにしてほしいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。